ミュージックビデオやりたくないもん俺全座プッシャーツリーだったからなんか誰か支えてなんか床に倒れてるみたいなだってミュージックビデオやっても儲かんないからあもう終わったと思っでも24時間俺が寝る時まで撮って起きたらもう撮り始めた撮るじゃん終わると俺2キロ痩せてた時2 3キロ痩せてた時あってその1000万を崩して作ったのやっぱ罰モンタージ出た時にこうガチンって回った感じがする はい、ということで今回のゴールドローシュポッキャストのゲストは木村太一監督ですお願いしますよろしくお願いしますお願いします嬉しいですなんか、はい、こ声いいね声いいえ、いいですか <laughs> ありがたいますちょっとここちょっとこなって声いいね、やっぱいいっすよねえ、でもやっぱそのポッドキャストなんで 結構がっ,つりちょっと会話でいろいろ聞きたいなっていうのもあるし<う>な多分あのミュージックビデオ監督とかフォーカスして見てる人とかは知ってるかもしれないんですけどなかなか多分裏方なんで知らない人多いかなと思ってそこも結構その目線で俺行きたいと思ってて今回俺まず一番最初にビビったのが12歳でイギリス行ったっていううんそうね12歳でイギリス行きましたねこれは自分で自分で家族じゃなくてうん自分で そんなことできいやなんかねまあ映画監督なりたいってなってで最初アメリカ行きたかったんだけど映画だからでもなんか自由社会が怖いってお母さんが両親が言い始めてサッカー好きだったからあんたサッカー好きだからイギリスにしなさいみたいな行ったことあってイギリスにその前になんかあの旅行でそれでまあイギリスいいなみたいな感じで行ったんだけどでもイギリス行ってよかったで結局。 またななんかなんかかか違う感覚でアメリカとは確かになんかみんな結構アーティストとか,なんかアメリカ行きたいって人多いけどあんまイギリスの話出ないから確かにでも最近イギリスは入ってるよね、うん、ドリルとかはり始めやっためちゃくちゃ流行ってるっすね、うん <laughs> 俺も結構好きっすよだからイギリス俺ヨーロッパ結構俺も彼女があのドイツ人なんですよええそうなんだそう今向こうに住んでて、うん、この間あのヨーロッパ行ったんですけどめちゃくちゃ普通に良かったっすね音楽とかもなんかその、まあ、ドリームそうだしあとアフロ系うん、うん、アフロビートとか<ー>アフロボップとかも結構流行ってるじゃないですか,か、ね、やっぱ何、うん、だろうな本当に移民が多いからあ<ー>いろんな音楽が育つっていうかうんうん、うん、確かにでイギリスはやっぱ俺の印象はイギリスで音楽が育ってアメリカで 爆発するみたいな結構歴史的にもんか結構そんな感じ結構ダブステップもやっぱイギリス始まって向こうでバーンってなったしいろんな音楽がイギリスで始まってんかアメリカで爆発するっていうイメージがあるドリルもそうだもんねそうですね多分最初でも一番最初は多分シカゴででもそれをちゃんとメジャーの形にしたのがイギリスでそれがまたアメリカでバーンってなったみたいな感じそう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 そ 自分は好きだみたいんかなんか反骨心の感じも好きだねパンクな精神も超好きはいはい、はい、結構なんかあれですよねなんかやっぱ文化が一番いっぱいある気がするですねなんかアメリカとかだったらジェネレーションでずっとずっと昔にアメリカに移民してきた人は多いけどうん、うん、イギリスってヨーロッパっていうのもあると思うんですけど結構リアルタイムでずっと入ってくるじゃないですかそうそうそうリアルタイムでずっと入ってくるからうん、うん、やっぱその そのジャマイカ系の音楽があったりとか、はいうん、アフリカ系の音楽があったりとか、うん、まあそれこそあのー、東ヨーロッパか、うん、そっちから入ってくる確かもうちょっとエレクトリックな音楽が入ってきたりとか、だからそういう意味ではリアルタイムで面白いうん。なるほどね。えー、でも一応映像じゃないですか。うん、でもやっぱりあのー、音楽に影響を受けたというかそういうのはあるんですか結構強いんですか。もちろんあの十、ー、二歳で行って、うん、でね。 ねずっとメタルにメタルから入ったのかな俺はメタルなんだそうそうそうメタルとかがちょうど入っててなんか本当ミクシターカルチャーが全世紀みたいな感じでマリニン・マンソンとか聴いてたしスリップノットとかえ12歳で聴いてたけど初めて聴いたのがんかそれまでそんな音楽とか分かってこなかったからなるほどすねもちろんんか親がねマイケル・ジャクソン聴かせてくれないとかましたけど だけどそれでこういうなんつうのもうちょっと若者っていうのがこういう人いてるんなみたいなそっからヒップホップ入ったのがでヒップホップに入ってで DJ し始めてでなんかドラマのベースとかジャングルにはまってっていろんな音が聴くようになったみたいなえ DJ ってたんすかえっマジっすかやってたやってた,やってたなん,かなんか DJ シャドウとかにハマっちゃって。 DJ シャドスクラッチとかしてたこういうふうにマジでマジでびっくりするけどそうなんだちか DJ すぎて中学3年生を留年したガチですか高校に上がる試験の時にもう DJ すぎちゃってもうセンター試験みたいなそれの休憩時間も DJ してるようはまっちゃってそしたら留年した そそそうなななんんんだににハハママっっててたた<え>相当音楽、うん、その時はすごい DJ ハマってたえー、今はもうやってないけどでもまあ友達がやりましょうとかいう時にお遊びでやるぐらい、うん、ああそうなんだ。その時どういう曲書いてたんですか僕はでもああでもスクラッチできるヒップホップだったりとかミックスし始めたのは結構ドラマンベースだったかなそっからエレクトロとかいったかも。 エレクトロとかが流行っててやっぱイギリスっていろんな音楽聴けるんだよね1個のジャンルじゃなくて飽きるのがすごい早い人たちでああなるほどで面白いのがんかチェイサンドステータスとその話してた時に基本的にイギリス人が飽きるポイントってアメリカに渡った時なのねえおもろいなそうそうそうなんだだってやっぱダブステップもめちゃくちゃはやってスクリエックスがピックアップして 後者あたりでやり始めたでそこからもうみんな聞かなくなってくるのよあもう嫌だみたいなアメリカ行っちゃったみたいななんか変なねんだろう反骨心というかアメリカ嫌いがあるのよあるですよねんか好きでもあって憧れてもいるくせにちょっと嫌いなのよよくわかんないのよんかそれはそれで俺好きだなみたいなですぐ新しいのを見つけるみたいなこの年これだからいわゆる面白かったのはダブルステップがめっちゃ流行って ダブステップはやって、うん、でその次にはやったのがダブステップのやつがみんなこうディープハウスやり始めてあれが出てきたんだよディスクロージャーが出てきてみんなディスクロージャーを真似してディープハウスやり始めてでそこからいきなり急にグライムが来てでスケプタとかやり始めてでなんかそれでドリルとかもやり始めてみたいなもう毎回変わってくるのねそういう感じなんだだからそれはそれで俺超好きいわゆるそのシーンに 続けるコミットメントも大事だしその常に進化するというかそのいわゆる一つのジャンルの人というよりはミュージシャンとしてやってるみたいなそれはそれすごい好きだからそグラインドラッパーがガレージのシーンでラップしたりとかドラムでやったりとか結構クロスオーバーが多いんです確かにそれは多い気がする日本ってそれがちょっと少ないというか確かになんかそれはすごい感じてるかもなんかミュージシャンのんか 浅さが出てる感じ。ビ <laughs> <laughs> ーニーちゃの日本のビーニーちゃの浅さがね、だらだね。もっとやればいいじゃん。えどう,いうどういうところが浅いなって思うんですか。浅い浅いっていうかもっともっとね、今でもいろんなこう,こうあのいろんなチャレンジしてるラッパーいっぱいいるから、うん、最近はそう思うけどもっとねなんかうんうんもっと枠からね外れて出てってもいいんじゃねえと思う時はあるけどね。 だからずっと1個やってても仕方ないじゃん<ー>で海外でこれ流行ってるからこれやろうとかいうのも仕方ないから、はい、これからどういうふうに日本のジャンルみたいなの考えていった方がいいんじゃないかな <laughs> うん、うん、でもそれはめちゃくちゃ思うなんかまあそのヒップホップ時代もそうだと思うんですけどなんかやっぱ大体その日本もドリルやっときて今全盛期みたいなドリルのアーティストどんだけいるんやみたいな感じが増えてるじゃないですかでもなんか日本のドリルができるわけじゃなくなんか割とそのチェイスしてるというか。 そう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 んか別に日本語になっただけでこれを日本でやる意味があるのかっていうだからまあんかこっからのなんだろうなっていうのはちょっと思ってるからインターネットがねバーンと入ったからリアルタイムでそれでいけるのはいいことだと思うけどなんか追っかけるだけじゃなくてオリジナリティを考えるみたいなそういう意味ではんか当時とか面白いなと思うなるほどっね始めた頃はんかちょっとヒップホップでもまあちょっとんか あのなんか変なヒップホップだったけど <laughs> でもそこからさらにまた進化していって今なんかこうちょっと腰痛地形になって,てみたいなそこからさらにアンビエントになっていってみたいなんかそういうふうになんか、うん、別にそ,そ,のそっちに行けったわけじゃないけど、うん、そういうふうにいろんなふうにチャレンジしてるアーティストは俺は好き。うんうん、なるほどっすねと言いつつ、うん、めちゃくちゃストイックにやってる人も好きよあ逆にね逆にもうここから出ませんぐらいのストイックさがある人も。<laughs> それは俺職人としてやっぱリスペクトしてるああなるほどっすねだからどれぐらいそのあのなんつうのパッションがあるかっていう話だけどうん、うん、ああ確かに確かにそうそうそうえでもやっぱそう自分の映像とかどうなんですか例えばそのなんか結構アウトサイドボックスやろうアウトサイドボックスやろうとしてる感じがするんですかそれとも割とこう自分のスタイル突き進めてる感じなんですかあいや俺は、ね、もうその なんかこうひすごいヒップホップのこういうのに呼ばれて嬉しいけど、うんはい、ヒップホップの人だと思ったことがないから別にうん、うん、で普通にだってキングヌーだってドキュメンタリーもやってるしうん、うん、ポップのアーティストもやってるからただただヒップホップのなんかこう何個かやってそれがアイコニックになったってそれはすごい嬉しいんだけどうん、うん、あそういう意味ではいっつも。 こね、そこのいろんなことでチャレンジしてるような感じするけどね,ねやっぱあと自分の作品を作ってチャレンジしようとしてはいあ,あそういうことか確かにそうそう映像作家って今しないじゃんああそうかもしんないですねだって結局だって、ね、誰かのプロダクターとか、はい、誰かの音楽の上に映像乗っ,かけ乗ってるだけでうん、うん、自分の作品ではないのよ結局うん、うん、まあまあ確かにそう言われたらそうかもしんない、ね、それで偉そうにされても困るわけだよ <laughs> <laughs> うん、やっぱ自分の作品を作って失敗してもいいからやっぱ自分の作品を作ってこうねこうじその自分の,そのカラーはこうですって言うなら分かんんだけどんそんなね別にね人の音楽載乗せたぐらいでねなんか別に何も思わないな俺は。 <laughs> でも確かに誰やったかの話になっちゃうじゃん、そうすると。そうですね、この人やった、この人、ね、この人やった、この人の再生回数多い、この人有名だになっちゃうじゃん。まあ確かに、そんなん面白くないから。まあまあ確かにそう,です、ね、そ,うそうそうそう。でも確かにそういう意味では、すごいなんか、そのミュージックディレクターとかもちょっとずつ増えてきてる気がするんですけど、うん、でもやっぱ自分で映像とかめちゃ作ってるじゃないですか、ショートフィルム、長編、いろんなもの作ってるから、なんかそういうところはやっぱ、最終的にあれですよね、映画なんですもんね。俺は映画に行きたい映画に行きたかったから、ねうん、その手前に。 あのミュージックビデオとかコマーシャルがあっただけで別にそれをやる気はなかった一切うんでもそれをやらないと映画にたどり着けないんだって状況だったから、うん、それでやろうって決めただけうんそれで自分でなんかもう地元のなんか本当最初はニークロスってところにいたんだけど、はい、ところのもう本当ちっちゃななんかバーみたいなところで、はい、なんかクラブイベントとって<笑><笑><笑> めっちゃ怖いとこめ <laughs> めっちゃ怖いのめっちちゃゃ怖怖いいのし <laughs> え結構ゲットみたいなおちもう普通になんか一番最初の撮影で外出たらなんか誰か支えて床に倒れてるみたいなで俺カメラ持ってるじゃんあもう終わったと思キャリアキャリアの始めこれかよみたいなマジっすかマジ終わったと思ったりしてなんかそういうなんか怖いところから始めてたけどそれしかなかったってオプ、うん、ションがはいはいはい でもまあそういうの撮り続けてなんか本当にもうレストランのなんか紹介ビデオとかなんかもうそういう超なんだろうそんなアーティスト感も一切ないところから始めてでやっとこうちょっと,ょっとずつ広まりつつあったんだけどフリーランスやってたのよそうしたらなんかやっぱあの会社に勤めてないとそういうプロモーターとかクラブのイベントとかそういうのがやってくれなくなって自分のフェイクの <laughs> 会社を作った会社登録しない一切登録しないやつでその当時はフェイスブックのページとかもあったしあれを作ってウェブサイトも作ってまだインスタも出てない時かなそういうのを作って YouTube チャンネルも作ってそういう映像会社ですよって言ったら仕事くれるそれでプロモーターに音楽に関わりたいと思ってそれがいけてるはずだみたいな。 でそ,のそれをやり始めてなんか40件ぐらいオファーしたんだけど全部だめで1一個,一個ピックアップしてくれたのがバックダウトっていうイベントでロンドンにあるそれがね意,外にでも意外にダフトパンクを一番最初にヨーロッパでブッキングして人たちすげえすごい人たちでその人たちのイベントを取り始めてからいろろんなところに広がってった感じさ1個だったんですね。個 S、1個でそこでちょっとなんかこう、うん、あなんかアジア人が結構いいの撮るやつがいるみたいになって、はい、でそこからもうドキュメンタリー撮りまくって、はい、で,あで今度アーティスト所属にならないとみたいな、えー、アーティスト専属のビデオグラファーにならないとみたいなあでそれでサブフォーカスがピックアップしてくれてサブフォーカスっていう結構大きなドラマンベースの人、はい、そこからいろいろ あ専属のアーティストになってっ,たってた感じかな<ー>最終時点には自分のすごい憧れてるチェイサン・スティーツズっていうグループの人たちにピックアップされて6年から7年ぐらい一緒にいたわうえそんなに長く長くいた。 えどういういことですかずっとにての結婚式起きる <laughs> すごいなマジ、うん、っすかやばいやでもすごいあってさ自分がさだってレコードを買ってさこうん、やってた人たちの目の前にいるわけじゃん確、はいうん、確かに確かににそれはもうすごいわわみたいなしかも一番最初に呼ばれたの俺覚えててグラスドンベリーで、はい、グラスドンベリーってもういわゆる、えー、フジロックがベースにした伝説のフェスティバルなんでそこでサブフォーカス撮ってたらいきなりこう、はい、呼ばれてうん いきなりグラスドンベリーのメインステージでチェインステージさそれから撮ってくれみたいな、うん、うわマジかみたいな、うん、走ってね <laughs> 走ってって言ってもねい1個から超でかいフェスだから1個から1個まで40分ぐらいかかるん、ね、そで、ね、<ー>そんなでかいっすかそう行ってでこう裏に入って「よろしくお願いします」とか言った結局アジア人だからさなんだよこのクソチャイニーズみたいに見られるわけ<あ>何しに来たんだよおめえみたいな。 でこうすいませんみたいな感じでずっと撮って, <laughs> <laughs> 撮ってで撮ったらそれ DVD で開催されて <laughs> その時になんか日本にたまたまいてカフェか何かいて、はい、メッセージき来て「やった!」とか言ったら覚えてるけど <laughs> そこでやって、はい、で今度ミュージックビデオやらせてくれるンさんじゃないかっでそれ社長に呼ばれたのいきなりなんかマネジメントにいきなり来いって言われて来、はい。 って言ったら、すごい大きな、その当時は大きなオフィスで、社長、バーって座ってて、なんかね、エイトマイルみたいなスピーチでおゃしゃって俺に、なんか、There's only one chance in life みたいな。チャンスは一つだけだ、人生いみたいなええ。え、何これみたいなでチ。で、ェンスステータスのミュビデオで撮らしてるで、で、なんかこう、昔のスマック・マイ・ビッチ・アップっていうプロデュジーの未熟ージックなんだけど、全部視点でやるやつで、それを撮れみたいな。それをこのイベントで撮れみたいな。わかりましたみたいな。で、それ裏話聞いたんだけど、 社長がそれをす,るすごいやりたかったわけで、うん、アーティストは全然やりたくなかったのでだ, <laughs> だからやってもいいけど絶対にお,はあのお蔵入りするからみたいな感じでも俺チャンスもらったから超頑張って一人でわーって撮ってでやったらすげえいいじゃんみたいなってっ、はい、結局オフィシャルで上げてくれたのええー、やばでそっから「わ、はい、やった」みたいな、うん、ちょっとなんかクリスマスパーティーにマネージメント呼ばれてたらチェサーのた好きで「おおよかったお前ビデオ」みたいな「<う>またなんかやろうぜ」みたいな「あよかったよかった,た」<laughs> でそうしたらまた電話かかってきていきなり来るじゃん電話っていきなり来るじゃ <laughs> んか今から来いみたいな、えー、今からですかみたいなわわって言ってそしたらチェーンさんのステータスの,そのアリーナツアー取ってこいみたいな。はい 今からみたいなでノッティンガム行けってノッティンガムって距離的にはもう長野とか結構はははいいい普通に結構まあまあ遠いなみたいなでもう何も持ってないけどカメラだけ持ってたから「い,くいつぐらい行くんですか?」って言って日程表見たら「2か月俺ツアーバスに乗るのよ何も乗ってないのにでも行くしかないから今から行け」って言って「マジで?」って言ったらこう「うや、ん、つ」れて帰れて「うん、ああお前来たか」みたいな「よかったこの前ビデオ」みたいな。 でなんか俺らツアービデオ撮りたいからお前に撮らせてやるみたい、はい、でも24時間撮れるみたい <laughs> 俺が寝る時俺が寝る時まで撮って起きたらもう撮り,ず撮り始めろみたいもうそれをずっとやってて俺はその2か月 <laughs> 2> そしたらもう超ファミリーになれたみたいなそういうことか、うん、やばすぎじゃないですかそれでもその時の前座あプッシャーティーだからマジっすか,かプッシャーティーと一緒にツアーしててプッシャーティー一緒にツアーしててこう ちょ,ちょうどヒップホップが低迷期というかあ<ー>あのねちょうどねミリンズとかが出てたやつですから、はい「プッシャーティー」のミリンズって曲がねうん、うん、メキミリ,ミ,リミリンズとか,なんかそういう感じの曲が出たぐらいのちょっと,ちょっと落ち着いてる時期で全座プッシャーティーだったから普通に遊んでるすげえなヤそっツアーとかついていくビデオグラファーとかちょっと話聞くんですよ海外とかって結構そういうキャリア進める人多いじゃないですか それやったのやばいなと思ってしかも結構初期初期ですよね本当ユ YouTube が出始めた時だからそういうことかあそれ YouTube だったんですかそのスクイレックスがやり始めてそれがバーンってみんなこういうのやりたいんだああそういうことだったんだそのスクイレックスのビデオグラファーがその当時リアム・アンダーウッドってやつでその時スーパースターみたいなそいつが俺のこと超好きでフックアップしてくれたんだそういうことなんだそう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 そこからやってたからすげえな 結構、でもスケジュールどんな感じなんすかめちゃくちゃ朝早い、やっぱいや、遅いな、意外に、なんか12時ぐらいに起きてきて、で、撮り続けじゃん。で、ライブまでなんか、ライブまでね、なんかね、いろいろなことやるのよ、買い物行ったりとか、ジム行ったりとか、それも撮るのよ、全部撮る全部撮るのよ、本当に。で、ずっと撮って、で、用意し始めて、で、7時ぐらいからショー始まって、2時間ぐらいやって、9時終わるじゃん。 でたまにアフターパーティーやると1時ぐらいまでやって1時から編集し始めて編集もするのかそう編集し,もし始めようと思うんだけど、うん、でもそれでもバスの中で移動,じ、はい、移動の最中でさ上と下はどんちゃん騒ぎしてるんだよそうですね。毎回こう 俺は違うよ俺はやってないけどこうね吸ってたりとかそういうのも撮らされんだよで音楽作ってたりとかギター弾いてたりとかそういうのも撮れみたいなラッパーとコラボレーションしてるのも撮れみたいなその移動中も音楽を作ってるのすげえなそれはすごい楽しかったすげえんか非現実的なそれを撮ってて終わるのが4時半ぐらい 4時半ぐらいでちょっと編集して5時ぐらい寝るとか。 マジですか若かったからできたけど今やったら死ぬからですよねですよねっていうか編集って何それ出すんですか出してこれ撮ってみたいなどういう感じでんかねその時はまだもうプレミアが出たぐらいだから一応編集はできないけど今みたいに早くないわけよああまあそうですよねだけどこうちょっと撮ったやつをさ並べて見せると喜ぶわけよおいやべえじゃんみたいな面白いことやってんじゃんみたいなそれで気が上がるからさそういうことかそうそうそう毎日やってたちょっとちっちゃいクリップとかでんか勝手にに 国編とか作って、そのこれのでっかいのが出る前のそれ見てやべえじゃんこれもリリしちゃうみたいななんかちょそういうふうにちょっとちゃんとこう機嫌取りというかアーティストこういうの好きそうだなっていうのをそこでやってたよ。でもなんかアリーナツアーだからね本当に毎回もう何万人いて見に来るというかそれを一人っ子確かに。で最初はさ最初はさなんかさ距離があるのよ。距離があってこう。 ね、ステージの下からじゃんけどお前撮らなきゃだめだみたいな、はい、でなんか頑張ってくると,と今度いやステージの上から撮っていうよみたいな <laughs> でもっともう最終のところの中に行くと俺の横に入れって言うの <laughs> 俺の横で撮ってろみたいなお前横で撮ってろみたいなずっと横で撮るわけで3人いるから3人とも横で撮らなきゃいけないしでもうその,その時点ではさ <laughs> おのほんとに他のビ,ビデオグラファーとかいいんだけど、うん、いやお前だけだみたいな<ー>お前だけに撮らせてやるみたいなだけどオーツアリーナとか、うん、ビヨンセとかやるぐらいでっかいとこ <laughs> え東京ドームスタジア東京ドームぐらいのところでお前一人お前だけに飛らしてやるとか言っているけどいやいや無理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 いな無理無理無理みた,無理無理無理みたもっと欲しいみたいなもう最低でも15人はするでしょみたいなお前だけだみたいなわけわかんねえみたいな嬉しいんだけどさいやいやもうだからもう終わったら俺一回だけやったんだけど取り取るじゃん終わると俺2キロ痩せてた23キロ痩せてた時やって マジで何なんこれみたいな毎日毎日23キロ休んて,てったらさなんかゾンビみたいになっちゃうじゃない俺とかもいながらもうもうこんなんなってて毎回でこんなんなってるとアーティスト見てなんか他のアーティスト見てみろ俺のビデオグラファーは魂売ってるよみたいなこれがこれがこれがアートだみたいなこれが芸術やみたいなそうじゃなくてあんたたちが雇わねえからいけねえんだよみたいな頼むよみたいな。 あ、でも、もうとりあえずやるしかない。とりあえずやるしかないみたいな時期だったからさ、その右も左も分かんないっ。そうですよね。やばー。そう,そうそう。結構お金はいいんですか、でも、それは。いや、全然ね。うん、いや、いい。って、言った俺、との当時はいいのかなって感じだったけど。ちなみに、一番初めてやったバグダードのやつは。はい、なんか、十二時間撮影して。はい。七千円もらえた。はい <laughs> 7000円ぐらいとかそんなんででそれがどんどん単価が大きくなっていってでもそれでも1日1日その当時だと5万円ぐらいああでもそれでもかでもそれでもよ今毎週み <laughs> 毎週あるってわけじゃないから3日間で例えば15万稼いで、はい、でもう,いもう1個来ると20万だから生きていけるみたいな感じで,うですよねもう超ギリギリの生活みたいなでなんかフェスその チェイサンド・スティースのツアーとか回ると、はい、ドーンって入ってくる感じでチェイサンド・スティーのネスの時はちょっと安定してたかなちょっと安定してたうん、うん、普通になんか。でもそんな 今考えるともっともらっときゃよかったみたいなまそうっすよね <laughs> そのスケジュールだったらねだからその当時はなんか1日7万ぐらいでもらってて20日撮影とかあったらウェーとか調子いいっすよね,ね調子いいみたいでもそれをやずっとやってる時じゃない時もあるから、うん、そこから3か月何もないとか全然あるからはい、はい、全然厳しかった感じはあったかあったミュージックビデオとかでもそれでやらせてくれてうん、うんね、ミュージックビデオ撮らせてくれて。はいはいはい 初め,てこう俺初めてやったやつが結構あの予算が結構でかいやつで,、はい、でえその時にもう超緊張してやってて、はい、でイギリスにはそのアジア人の監督なんかいないから一生懸命こういうに書いてたらそのランナーのそのセットのランナーのやつが俺のことをただ単の,あのチャイニーズのテイカウェイのやつだと思ってた、はい。 なんかか本当にマジっすかチャーハンと酢豚持ってこいよみたいなこと言われてそしたらファースト AD がそれ見ておさ「お前監督何やってんだ?」みたいなそいつすぐ首になって「すいません」みたいな言われて <laughs> かその監督に対しての,そのリスペクトがすごいから海外は確かにねでもなんかすそれとかも衝撃的だったおは<で> <laughs> みたいな初めてそのセットでさその今まではこう友達3人とかで撮ってたのがうんうんいきなりもうそういうプロのやつになると、うん もう40人とかいるわけないですそれはすごい感動したそういう意味ではそういうチャンスを何回もくれてチェイサンズステータスをチェイサンズステータスやったから他のやつもできるみたいなってそういうふうにちゃんとこう監督としてエスタブリッシュしてたみたいな感じだっらすごい嬉しいけどはい、はい、なるほどねえそんな急に40人のクルーを束ねて監督するみたいなすごいよな いやい緊張つかやらなきゃいけないし自分の監督やるってなっても、でもやっぱ作品自体は良かったけど結構あたふたしててでもまあ内心ではなんかすごいああいいんじゃないみたいなその時面白かったのはカティ・ランクスっていうレゲエのレジェンドが来ててレゲエのレジェンドがこうナイジェリじゃないごめんジャマイカから呼んだのよ。 でわざわざこうビザまで取って、うん、かそのリ,リップさせるために、はい、で呼んだのに、リップ全部覚えてね、<laughs> 嘘でしょって思いながら <laughs> で、マネージメント、超怖い人で、あのー、そ,その当時ね、あのー、ジ,ョジョー,ーってって、ね・ <laughs> ジョークル行って、JHO って、もう、ぶチ切りまくってて、俺もう,う、ずっとこういう感じで見てて、もう、もう <laughs> もうジョーに見て、僕のせいじゃないですよ、これって言ったら、どう思うみたいな。 あ,あ、そうですわ。みたいな。<laughs> で、ジャダサスステータスが来て、シ、はい、ェリサンドステータスがなぜかリリックを教えてくっていう。まあ、っすか。えー、なんか、それで、なんか二三時間とか,か、かったのを覚えてるけど、うわなんか、そういうのも、面白いなと。<laughs> 確かに、ね。海外のアーティストはもなかあ,るあるある。そうですよね。お前来たのに、覚えてねえのみたいな。<laughs> 何から、ね、<laughs> 失礼極まりないよ。<laughs> <に>いや、本当、そうですよね。<laughs> 確かに。ええー、でも、結構、やっぱ、ね、なんか。 海外のアーティストって結構すごいなんかその、まじ、あ、実感が強いし、うん、やっぱ、もうその成功のレベルが違うじゃないですか。多分国内と比べても。違う,違う違う。なんかやっぱ、その辺とかって、監督と、こう、監督として、こう、コミュニケーション取るときに、やっぱ、共通研究とかあるんですか。いや、そんなことはない、ええ、とにかくね、うん、もう、とにかく、えー、なんだろう。俺は何をやりたいか、分かってるっていう、うん、このいわゆる、自信を見せないといけない。うんうん もうこれやってとかちゃんと喧嘩もしなきゃいけないし「あそうなんだ」「いや俺これやりたいから」みたいなへかイエスイエスイエスって言ってるとダメな時もあるしイエスイエスって言わなきゃいけない時もあるしいわゆる空気を読まなきゃいけないははいいでもなんかそれこそ俺がやった中で一番のスーパースター K のっていうぐらいのアーティストなんだけどその人とかはかなりこう要求が多かったような気がする向こうからの向こうからのすごい細かかったのもそれに対してんかあの 一番びっっくりしてててのが編集も立ち会いいた言われマジっすかうん俺んちに K 野が来たのヤバっで K は俺がイギリス行って初めての感じをできた感じと初めて見たラッパーだったからステージからこういう見つけた人が構前にいるわけ「みたいだけどその編集しに来るって言った日が嫁とのあれの結婚記念日だとで結婚記念日どうすんのみたいに言われていや あの悪いけどちょっと部屋に浸水いてくれって嫁っていてケイドと俺にリビングいてマジかマジ1週間ぐらい口聞いてくれなかった読みは無事ゲってがやばそうっすよねハッケケイドに回してくれないのみたいなケイドに来てるからねやばいっすねケイドはもう超なんかインテリジェントを感じた人でんか 昼飯でも別にあのこれがでだたわけじゃないけど、はい、なんかすごい、なんだろうやっぱカルチャーに対してすごいかゆいというか何、はい、ななお昼何食べるって言ったらお寿司って言ってきてマジかよみたいな <laughs> 俺20年いるけどラッパーがねしかもブラックのラッパーがさ <laughs> お寿司って言ったの初めてよみたいなびっくりしたもんお寿司とグリーンティーって言われマジで, <laughs> マジでやって やっぱさ生魚を食わないカルチャーだからめちゃくちゃ多いっすよねやっぱ肉もさウェルダンにするじゃん確かにウェルダンにするんだウェルダンにするやっぱそのアフリカ系の肉とかって結構しっかり焼かないとダメっていう人が多くてナイジェリアの友達っぽっていうかでもお寿司よ確かに生ものだしすげえと思ったもんその時にんかやっぱでいろんなことを話すけどやっぱすごいカルチャーに うんなんかすごいリスペクトがあってなんか自分でお茶を俺おい入れてすげえなでもすごいリスペクトしてる<ー>本当にすごいですねそっかそっかいやでもやっぱ俺そのまあクリエイター俺ももともとミュージックビとか撮ってたりとか映画だったりとかもうずっと俺 高校生ぐらいの頃からまあ小学校の頃俳優になりたくて高校生から映画監督になりたくて,ってアメリカ行ったんですけど今はこういうことしてるんですけどなんかそのクリエーターとかとしてもう普通にいろいろ聞きたくてクリエーターについてちょっといろいろ聞きたいなってなったんですけどなんか最近の,そのクリエーターの文化特に日本の方が分かりやすいと思うんですけど最近の日本のクリエーター文化とかどう思います 最近のクリエターどう思います好きな人いですか若い人であペンダッキーとか好きかなマジわかんな石のね事務所の子なんだけどねじまじまの回るやつとか言って子供が出てくるやつとかでペンダッキーって言うんだけどそいつはね認めざるを得ないぐらいの才能がある人かなは思うけどえ何を見て才能あるなと思うんですけども もういやそれはもう感覚だよね、センスとかそういういの見てて、この音楽との相性を見て、あもうハズレがないというか、常にチャレンジしてる感じもあるし、映像が好きっていうのを伝わってくるんだよね、はい、そういうのってすごい大事で、今のそういう意味では映像だけの話でいうと、うん、そのクリエーター全体じゃなくて、映像だけでいうと、なんか。 うん、別になんか面白くない人ばっかから <laughs> <laughs> 全く、うん、興味がないからそうなんだオスリンとかもすごいと思うけどオスリンって、うん、あのペリメトロンっていうグループで金融の絵とかやってる人たちもいるよあ,<ー>あれはでもアニメーションとか,やからすごいなうん、うん でもなんかその実写系で言ったら食べんぐらいで他は別に全く興味ないかない、うん、<laughs> 全く興味ないんだ <laughs> えな何が問題だと思いますいや増えてるじゃないですか動画クリエイターみたいなまあそのこう YouTube とかはまた別だと思うんですけど全然、うん、でもなんかそのミュージックビデオだったりとか映像を作る人、うん、って中ではな何がつまんなかすせるんですかね浅いんだよね多分全体的にうそういう意味でドキュメンタリー撮れって言ったんだけど、うん、ドキュメンタリーとかって ってさやっぱ俺はドキュメンタリーやがりなんだけど、うん、ドキュメンタリーをやるとさやっぱその人の人格とかを見るじゃんそ,うです、ね、その人がどういう人かとかうん、うん、でその雰囲気がどういうのなのかとか、はい、そのキャラクターを理解しようってところが入るんだけど、うん、今の映像とかって別にさミュージックビデオなんてかっこよく撮ればいいだけになっちゃうじゃんまあ確かにそれって浅いんだよね結局だからそのシチュエーションがどういうシチュエーションで、うん、どういう雰囲気でラップしてほしいとか。うん なんかこういう世界観なんだっていう説明が全く足りてないから、うんうん、それでは浅いというかそれはすごいなんかあのディレクションを見てて感じちゃうところがあるからだからやっぱその人として見てないなんかその被写体を、うん、あーなるほどですね人と会話してその人,、うん、その人をかっこよく映すってことなのに、うん、なんか、うん、とりあえず全体的なかっこいい映画を撮りたいとかなるほどっすねだからそれでなんか浅さが出てる。うん なんかそれを超えた、いわゆるまあ一時ブラザーとかあったけどなんかそこまでのテクニカルいっちゃえばいいんだけど別に全員が全員そういうわけじゃないじゃんだからそこら辺がなんか面白くないかなみたいな俺、別にテクニカルな監督じゃないんでねあそうそう作品的には結構シンプルめにいくとか確かにでもなんかその雰囲気とか大事にしてるしその,その,その,そのいわゆる ね、ミュージシャンからオファー来た時に、うん、その人の文脈を考えたりとかその人の雰囲気だったりとかこ、はい、の人はこういう振る舞いがかっこいいとか、うん、そういうのも理解してちゃんとやらなきゃいけないんだけどはい、はい、とりあえずなんか,かっこよくやりたいっていうのが走っちゃってるような感じでんか全体的に浅い感じがするねやっぱそれはもう SNS 社会が始まっちゃったのがいいところでもあるいい SNS の良さもあるし悪いところもあるというかそこはすごい感じちゃってるかな。なるほどですね えオファー来るじゃないですか <laughs>、うん、アーティストからそうなった時にどういうステップを踏むんですか曲を送られてきてまずね、はい、えっとね、えー、っとマネジメントだったら全部断る <laughs> あそうなんですかであの、別にミュージックビデオやりたくない、ね、もん俺 <laughs> <laughs> そうなんだ <laughs> そうだろ,うだろ飽きた飽きた飽きたもうみんなやったよ <laughs> みんなやったみんなやった そううだっっったたたた飽きんんみみななややもラップもやったしロックもやったしポップは何何かでいいけどポップは別にオファーがあればみたいな感じだけどでも基本的にアーティストから DM とか来た時はそれは誠意を感じるからその時は必ずやってるどんな音楽でもやってくださいって来た時はリスペクトあるじゃんわざわざ俺に連絡来てくれてだってミュージックビデオって儲かんないから。 そうなんですよね儲かんない儲かんない儲かるって言ってるやつはマジでザコだからの儲かるって言ってるやつはほとんど自分の方にお金回して全然取る方にお金回しクリエイティブ回してないザコしかいないから食えるっていうやつはマジでツイッターとかでも俺それ言った時に食いますよって言ったけどお前俺より売れてねえじゃんって話なのよだから売れてるやつは全部使っちゃうからミュージックビデオはかんないって分かってるからそうういことかだからやる意味別にないのようん やる意味ないっていうか,、まあ、かっこいいしなんかそれでプロップス上がるとかあるけどうん、うん、別にも俺プロップスあるし別にいいやみたいな <laughs> <laughs> 確かにねるやる意味がないのよだけどミュージシャンから来るってことはそれは違う話でこれはアー,アーティストとアーティストと話してるみたいな俺はアーティストだと思ってるから自分もそれはリスペクトしなきゃいけないからそれは絶対やってる、うん、だから来たらそ,ううまあそれが来たら何を考えるか、うん、まあとりあえず音楽聴いて、はい、どういう雰囲気なんだろうとかで必ずね対面で一回会うから 絶対回対面であってどういう雰囲気でやりたいとか人によって全然違う好きにやってくださいっていう人もいればこういうテーマがありますっていうのもあったりとかなんかこのジッ大さんのこのミュジックビデオが好きですみたいなそれって間接的にこういうのやってほしいって言ってるみたいなものであっこっち系なんだとかそういうので考えてやってくって感じかなで何回も何回も聞いてアイデア考えてみたいな感じで企画書書いて送ってみたいななるでそう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  えでも結構そっか、わミュージックビデ儲かんないですよね、くれないですよね,儲かんねえ。儲かんねえ、儲かんねえ、マジでね、俺ね、ツイッターでも言ったけど、なんかラッパーとか超フレックスしてるのに、うんうん、なんでこんな予算,予算少ないのと思うときあるの。 正しいい金額は言わななけどうん、うん、普通になんかもっっとと出せよと思っちゃうお前のじゃらじゃらしてるやつ売って <laughs> <laughs> お前のじゃらじゃらしてるなんかネックレスとかわけのわかんねえシュプリームのジャケットとか売って <laughs> そっちおさ回すよみたいな確かになふざけんじゃねえよみたいな、えー、それでこんだけの予算でつ、えー、取り始めて、えー、でなんか修正とか来るじゃんあここいけてないですけどお前の方がいけてねえからみたいな <laughs> <本当に笑>おめえの予算の方が全然いけてねえみたいなこの予算で買えると思うのよみたいな。<laughs> ざけんなよみたいな <laughs> そ, <laughs> そうそうこっちただで同然でやってんじゃんそうですよねちゅうか俺からしたら俺からしたらよ,俺からしたらよ悪いけど俺は映像のプロじゃんはい映像のプロ、はい、一応自分でももうプロって言えるぐらいやってきて、うん、で俺が一番か何映像に対して何か一番かっこいいか分かってるじゃん、うん で、向こうはミュ,ージックミュージシャンのプロじゃん,うん、うん、俺がわざわざさここのビートいけてねえから変えてくれって言わないでしょ <laughs> お前のここのリリックいけてねえから変えてくれって言わないでしょだから俺の映像に対して口文句すんじゃねえよって話なの <laughs> 別に儲かってもいねえのにでその、その再生回数お前だけに回るだけじゃんってふざけんじゃねえよってわけよ <laughs> それでなんか偉そうにサイズ困るわけよ <laughs> えいたすかこいつマジでみたいな ああでもね、でもそういうやつはもう最初からポーンって感じで、ね、俺に大抵やってきた人たちはちゃんとロジカルに言ってきて、全員、全員、全員やっぱこう、リスペクトがあって、別に変えてきてって言って、それをポーンってやるだけで、一回聞かなきゃいけないじゃん、それはその人の作品だし、でもその人に対して何が一番いいのかなっていうのは自分で解釈するだけであって、ね、なるほどっていう時は、やっぱ変えてるよ。うんあ やっぱ特にラッパーとかは自分の見られ方のこのリップのところが良くないとかい多いからそれはやっぱね見られる側のプロだからそれはね変えてあげなきゃいけないし構成変えてくれとかは一切溜まってるって言ってでマネジメント通してすいませんいろいろ検討したんですけどみたいな <laughs> 柔らかくね <laughs> やわらかくねやねそんな感じだから<ー>でもまあ全然全然,全然あの、まあ、まあ初期の頃とかは何人かいたけど、うん 全然今大丈夫。今大丈夫ですよ、ね。今大丈夫です <laughs> <laughs> それじゃらじゃらやってんの見たらもうバーってやっちゃうよ。<laughs> あざけんなみたい。な <laughs> 1個修正付き 1, 1個ネックレス取れって言っ1個ネックレスとブレスレット取ってけそうしたら書いてやるって言って。なまいきってんじゃないって言って。<laughs> あ<ー> <laughs> <laughs> や<ー>ば <laughs> いやでもすごいなまあそうだでも若多分か分そう思ってる人はえりっすよね多分<や>中でマジかみたいなもちろん思ってるよ自分の作品持ってねやってんだからうん、うん、確かになだからそれはもうパワーバランスの話じゃん向こうが強いのかこっちが強いのか、ね、大抵は映像作家の方が弱いしう,、ね、うん,うん、うん でもまあ、強くなんないとだめだな。<laughs> そうですね。そうですね。確かにそうですね。うわ、ちょっと、あのー、先言っていただいてるですね。それでね。前のミュージックで出てきたのために <laughs>。いや、そうよ、本当そうよ。ね、本当そうよ。本当 <laughs> そうですよね。そういう意味で、一時、すごい、その。あの。単価が安いラッパーとか、ミュージシャンとか。はい、そういうのは全部断ってた時期だった。ええ<ー>。やっぱ、その。予算を上げないと、うん、若い人たちが育たない。うーん。その、俺が。 俺は別に頂点だと思ってないけど間違いなく上の方にはいると思っててその人たちが単価を上げないかにり下の単価も上がらないわけよ絶対そうすよね俺らがこのぐらいの金額でやったらあの人これでやったんだからお前もこれでやるよとかこの下でやるよみたいなそれで結構何人かいるだよそれでも安くやっちゃうやつら俺そいつらマジディスりまくってるからお前ら何やってんのみたいな。 なんかか万とかでやりますよそ,そんなんやったらさ下が育たないじゃんそうっすねそしたらお前20万でやるよとか20万なんか食っていけないからねえ、ま、食っていけないですよねほんとに確かに何できるのってコップでも取ったらいいんだよそんなもん <laughs> 20万出されたらコップでも取ってさコップでも取ってワンテイクでさもうここでソファー座ってリップしてくださいっていいんだよねほんとにそれしか出それしか出ねえよお前の金額じゃって <laughs> 本当にそれでさラップの内容になってさ俺がナンバーワンでさなんか金持ちのビッチなんちゃらとかふざけるんじゃねえよと話あんねよ <laughs> 確かにな <laughs> そうですよねなるほどなそうそうそう確かにえでもそのマネジメントとかあるじゃないですかその持ってるじゃないですか持ってるかマネジメント会社とか、うん、そういうのとかなかなかないあクリエイターとかも多いんですけどやっぱ必要っすかそういう いや、あの、いや、それを別に個人で任せれるだけで、俺はお金の話のやり取りがやりたくないから、マネジメントをつけただけで。そういうことか、そこは話したくなくて。うん,うんうん。そうそう、それはもう、あのー。 そっちでやってくれってせめてその、まあ、フィルターが必要というか,か俺自身はそのアーティストとちゃんと向き合いたいうんうん、うん、そういうことかでマネだかその意味で向こうのマネジメントお金発してる時にこっちもちゃんとマネジメントがいる、うん、そういうふうにやってるだけでああなるほどですねそう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 そキャビアうそうえそのこのこどうそ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 そう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  あれですエージェント契約とかではないんですかえっとね、マネジメント契約と、はい、えと日本はマネジメント契約、まあ、一応所属してるのがよくわかんないな。<laughs> で、<laughs> 世界はあのあの、世界じゃなくて、キャビアはもう完全にエージェントと、エージェントというか、まあ、プロダクション契約。うん、そういうことか。結構、その辺とか、結構わかんない人多いのかなと思うんですけど。そうだね,、えーっとね 海外の方がもっとね、硬くて、いわゆるキャビアと契約しましたって言ったら、もうそれ以外のプロダクションとはやっちゃいけない、ああ、そういうことうん、絶対キャビアを通してみたい、でもその代わりキャビアのウェブサイトに乗るってことがすごい名誉なことだったりとか、そのウェブサイトに乗るために、自分、ロストユース作って頑張ったりとか、あそういうことそううい努力もしたし、世界も世界で仲間内でやってて、どんどんでかくなっていったから。 めっちゃ最高のプロダクションだと思ってるしそういう意味では日本も含めてもうなんかに恵まれてる感じだなと思うけどねなるほどですねその「ロストユース」俺も見たんですよまあすげえ良かったですけど分かんなかったです俺もねあんまし分かんないまさかの俺もあんまし分かんないあの当時超もさもう必死だったから何かとりあえずかっこよくかっこいいの作ってかまさなきゃいけないみたいなそか それで自分,の自分の貯金全部崩して、<え>そ,うそうそうそう、あのー、その当時、嫁と結婚したばっかりで,、はい、で、嫁がイギリスに来れないってやって、うん、ビザーの問題で、<ー>俺がフリーランスだから、その定期的な収入がないからって言われて、ういうだからお前、1000万銀あのあの貯金用意しろって言われて、1000万,貯金1000万とか、その当時、超貧乏だった、1000万とか言われたから、はい、2>, から2年間、超頑張ったのよ、はいはい、嫁に会えず。 嫁は日本にてで一生懸命こうこう借りたりもして <laughs> 1,000万円貯めため <laughs> う、うん、でそれでそしたら嫁がこっち来てくあの「やっといいです」っえれてそしたら嫁がこ,うこんだけねあの体育頑張ったんだから。うん この一千万で素敵な結婚式やろうねって言われて馬鹿言ってんじゃねえ <laughs> 俺がもう <laughs> 死に物狂いで稼いだ一千万を <laughs> まあまあ結婚式大事だ結婚式大事結婚式大事だけど <laughs> 結婚式に一千万許さんって言って <laughs> マジででもうそれでもこのお金がある時に、うん、何か自分のためにやらなきゃいけないと思って,って、はい、自分の今のそ,その時の立ち位置もあんまし分かんなくてうん、うん、自分のこう カラーが出てないカラーとかとしてと思ってた時に日本で何かかまさらけだみたいなきゃダメなみたいな。あ<ー>でそれを外あのいわゆるイギリスに見せて、はい、いわゆる日本超いけてるぜ、うん、この監督超いけてるぜになんなきゃいけない、はい、みたいなやった時にロスイスを作ったみたいな。<ー>その1000万をくずい崩して作ったの。はいえ、すごっ だからとりあえずなんかその当時になんかちょっとラッパーとかも入れたかったりとか他のサブチャクトとかも見たくて、はい、その時たまたま見オンラインで見たのが、y、あの今の YDZ であ<ー>あ日本のラップってこういうふうになってきてるなはい、はい、面白いなみたいなでそれで通りたいみたいになって<ー>そういうふうに言ってった感じあそうなんだ<う>えボイラールームとコラボみたいな感じだったっすよ、ね、そうでそれで出来上がって、はい、でこれを絶対大きなプラットフォームで見せたいみたいな感じがあって、はい、でその時に たまたまボイラーあのキャビアと契約した時にボイラールームに連れてってくれて、うん、で社長に会う機会があって、はい、実際とこいつこういうのやったんだ作ったの見てくれよって言ったら超いけてんじゃんみたいなうちでリリースさせてくれみたいなな<ー>ってじゃあリリースするんだったら俺東京でリリースパーティーやりたいからそれ中継してくれって言ってでサーカスの東京でリリースパーティーしてイ、うん、ンタウンとかその当時のキラーとかも全員出てくれてリリースパーティーしながらあの 途中で映画が流れるみたいなやばーオンラインでもちゃんと流れるみたいな、はい、それをやった一応だからそれ言われたのがあのボイラルーム史上初の映画をリリースしたのが俺のですよねそうそうそうすごくねいやいやすごい嬉しいそれはマジでやばーえやっぱそっから変わったっすかやっぱいろいろあれからこれがね全く変わらなかった、ね、<laughs> <laughs> 全く変わらなくて <laughs> 嘘でしょって思うぐらいや <laughs> なんかちょっとたよ <laughs> ちょっとなんかこう、うん、木村さんってかっこいいのすくいますねぐらいだったんだけど、はい、何も響かなくて終わったと思ってたんだけど <laughs> なんか蓋開けてみたら5年とかなんかしてくると <laughs>、うん、みんなあの当時ロス・スイスを見ましたってラッパーが子たちがラッパーになってる感じでする<ー>それでオファーしてくるとか,とかなるほどね、うん、だからそれこそ、うんなんかまあ、当時とかそうなだったし。 なんかあの,他の何人かも「ロスイス見ました」とかで、うん、こうオファーしてきてくれたりとか何かあの、うん、そういうのがラルフとかもそうだったん,あそうなんだまあまあまあちょっと分かんないですけどなんかそんな感じで何人かこう数名が来て何かちょっとアイコニックになったのかな自分はでもその時の肌感はもっとこうガーンっていってこんな感じなのかなと思ったら全然 <laughs>。 ただ単に1000万がなくなっただけ、<laughs> ただ単に1000万がなくなって <laughs>、もう死んだと思っただけ、<laughs> 本当に、<laughs> 何も別にオファー来ねえし、<laughs> だって撮ってるサブジェクトがラッパーでドラッグ,ドラッグの描写があって、セックスの描写があって、宗教の描写があるっていう、全部コンプラに引っかかるようなことしかやりたいから、<laughs> 別にコマーシャルなんか来ないし、<laughs> そっか、そうそうそう、確かにポップの人たちもちょっと怖そうだなって言ってオファーしてこないし、もう完全に終わったと思ってたよ、本当に。<laughs> <laughs> キャリア終わったと思って <laughs> <laughs> いやそっかうわマジでまあでも、まあ、そんなこと考えないで作るのかねまあそういうことですよね確かに確かに重要なるかふた蓋開けてみたら今、うん、ちょっとそういうふうに、ね、なってるからいいやみたいな確かに確かにえっ日本でのこのブレイクみたいな何のきっっかかかけとかあったんですか日本のブレイク俺ねブレイクが全然しなかった人でうん なんか知られてはいたと思うんだけど、はい、その映像作家内とかでイギリスでもやってるみたいな、はい、ブレイク自体はなんだろうこれなんかこの地位自分的にあなんとなくポジションついたなと思えたのはあ、はい、じゃないあそうかもしんないす、ね、なそれまではなんかいい作品を自分で作ってると思ってたけど、うん、再生回数もあんねえしみたいな,、はい、ん,なんかそういう感じだったけどやっぱンタたち出た時にこう。 っって回った感じはする、はいはい、いやバッツモンタージュマジでばかったです多分俺本当にまあ多分ミュージックビデオを今まで見た中で多分マジでトップぐらいで好きっすね<ジ>あれはなんか意外だってすごい日本っぽい感じで撮ってでもその当時なんかあんまし何だろうこのカメラを止めてラップを撮るみたいな、うん、なかったっすよ、ね、確かにでなんかインテリジェンスな感じもなくてアブストラクトのあれはいはいはい、はい なんかとりあえず撮ればいいみたいな,なんかそれに対してもうちょっと芸術性を持たせましょうみたいなことをすごいピッチしてそれがガチッと全部はまった感じがあってだけど <laughs> だけどまあまあまあ、ね、涙のこまあ怖いっていうかそかそうブランディングがあるじゃん。 女行くと思わなかったもんねえでもあれがやっぱね自分でもやっぱいい作品だなと思ったし、うん、すごいあの、ね、あのメンバーの人たちもすごい、はい、あの芸術性高い人たちであそうなんだすごいあの向き合ってくれて、えー、すごいいい作品できたなと結構スムーズにいったんですか裏話というかい言いづらい話とかあるんですか言いづらい話はうーんまあラッパーのことはあんまし言わないけど、うん、いやーそうでも作品 面白かったがやっぱラッパーの現場って遅れてくるのよ絶対1時間とか遅れてくるのよでやっぱ涙ならまだから緊張してて俺もんかやっぱね緊張感いい意味でやっぱ緊張感って欲しいのよそっか向こうもんか緊張感あって俺も緊張感久しぶりあるみたいでそわそわしてて朝の7時から撮影中央区で「はい」と思って絶対遅れてくると思ってそしたらんかあの あのー、車がね駐車場止まってて、はい、すっごいうるさい、うん、こうボーンボーンボーンとなってな <laughs>「おい誰だこれ!」とか言って「止めるか!」って言って、ね、パッて言ったら <laughs> 皆さんで「あお疲れ様です」い <laughs> 早い6時半」みたいな「6時半」みたいな <laughs> めちゃめちゃ怖い時間じゃん逆にみたいな <laughs> 6時半逆に怖くないみたいな。<laughs> 8時半ぐらいになるかと思ったら6時半 <laughs> そうなんだ <laughs> めちゃめちゃすごいしっかりしてる人、えー、だしやっぱそこでぐらいやっぱ向こうも向き合ってくれて俺も,もうやっぱそ,うそ,そこでやっぱスイッチ入ったしううしっかりやろうみたいなはい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 、まあ、自分も納得いく作品があってはい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 でもなんかあのもう一個の裏話で言うと、うん、あの煙最後あの霧の中で終わるじゃんあれはね,あのねメンバーで、ね、切ってほしいって言ったんだよえ何ですか な,なんかね、あそこ、ね、ぜんなんかちょっとうまくなんか自分たちではあまりなんか納得いってないみたいになって切、うん、ってほしいって言ったのに対して、まあ、久しぶりに土下座でもするから何でもするからあそこだけ切らないかって言ってフィードバックで, <laughs> マイですか頼むからあれが決まるからって言ってそうしたら OK してくれて、えー、でも実際にはやっぱ切んなくてよかったなと思っていや俺、あのシーンめっちゃ好きですよ、ねうん、でも行った時ね、晴天だったのよ。<laughs> えきつ やばっと思って終わったと思ったけど途中からいきなりやっぱり入ってきてくれたあれね湯河原と静岡の間ぐらいのところでたまたまなんかお母さんとよく撮るねお母さんがそっちの方でそういうことですごいりだいつもここと思っててすごいそこのスペースだけ空いてたからなんかじゃあやってみようかなみたいななんか撮っといた場所みたいなそういうことか。 結構あるんですかそういうのもそのここで撮りたいなみたいななんかわかんないグーグルマップでピン,しピンするのかあそこまではやんないけど、はい、なんかたまーにこう写真撮ってここでいつか撮りたいなとかはあるとかはあるけど今はそ,そうでもないかなまあでも、うん、まあ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 でも結構ねいろんなあのプロデューサーとかも教えてくれるしああそっかそうそう,そうまあ今ではそっかえロケーションスカウティングとかそんなに自分で行く感じじゃあでも全部行くよあ ロケ全部行くよそ,うかそれは自分でいくんですかでもマネージャーとかプロジェクトマネージャーとかが見つけてくれるんですかも,もちろんプロデューサーとかが候補挙げてきて、はい、こ,こ,ここ全部行きたいとか、はい、で全部いく感じなるほどですねなるほどなそうそうそう,そう,そうちなみになんですけどあのチームとかって撮るときってどんぐらいの大きさですかミュージックビデオでまあでも広告の話だとちょっとでかくなっちゃうと思うんで。 いものによる、やっぱキング・ヌーぐらい大きい撮影だとものすごいいるし本当に40人とかいたりとかめっちゃいるしでも小さい小さいって言っても小さいのは失礼だけど基本的には結構少人数でやってる少人数が好きここで撮りたいって時にポンって撮れるようにそれで撮れるようにしてるから本当に10人。 いいいるかかななそうんだ小さめで小さめで小さめでやってるランダンライアン・ガンの撮影が結構好きっていうか重要みたいな話をしてるですもんねそう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 ランダン・ガンっていうカメラのセットアップをすごいミニマルにしてガンガン撮ってくっていうなんかこうそのやっぱさ土地そのロケーションに行けばさやっぱ天気とかその日によって全然風景が変わるから確かにね あのやることは多いよね。それによってこう自分の感覚も変わるわけだから。なんかそういう意味で動きやすくするためにとようにしてるかな。ヘビーなセットアップあんまりしないの。なんこれまあこれ聞くのもまあちょっと失礼というかまあどうでもいいちょどうでもいいのかもしれないですけど、なんかやっぱ映像やってる人とかだいたい一番最初カメラ何使ってんですか。あめっちゃ聞かれるんですか。そうとかこだわりとかあるんですか。ない。カメラはこだわり別にない。 ないんだでもまあ、アリミニっていう、アリっていうやつが一番フィルムのトーンに合ってるから、一番最初、それ撮るけど、でも基本的に最終的に撮れればいいからね、撮れればいいから、うん、本当に、でもねだって、あのそれこそ、俺、長編映画、これで撮ったよ、えマジっすか、ソニーの、ソニーうん、そんな感じなんだ、全然そこ、あんまり、そっか、テクニカルじゃないって言ってましたもんね。 まあ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 、まあ、あのやっぱ才能が違うからさ <laughs> 確かにそうすうそその鳥さ、うん、マジで着 <laughs> ないんだよではまだね才能が足りてない足りて食べて食べてなるほどっすねいやショートファイルねキープゴンねシャッシャッシャッ <laughs> 確かにね。なるほどっすねうわー そうかえでもここは譲れないみたいなのあるんですか例えば、じゃあ機材なのか、撮影の時なのか、ここはちょっと毎回これ、絶対、ね。毎回1個だけある。はい、でも、それはサブ,なんかサブジェクトだったりとか、撮りたいものとかそういうことか。だけど、基本的には全部全然オ、OK、ッん,んか 予算的ないでロケ買いいたでですとかそんな感じもその毎回1個だけここのロケ地は今回マストとかこのプロダクトマストとかこの被写体マストとかなんか自分のこの最低限はそれまでは全然結構削っても大丈夫みたいなあそうなんだへえんかそんな感じ1個これだけ絶対キープしたいみたいなやつを1個ず毎回持っていて1回毎回持ってるそれ毎回違うんだ毎回違うあ毎回違うだから例えばあの 誰かはない全体全身が見えるのが嫌だって言われて編集したとはそれも全然書いちゃうじゃあここバストアップだけでだけどんかそのここだけはとかやっぱあるなるほどっすねなんかそういう自分の中のそういうこだわりみたいなの個あるけどそんなこだわりなんかねありすぎる人重くないからね大抵ホンにこだわりあるといいとかいうわけわかんないやついるけど そういうやつ別に上手くないじゃん <laughs> 本当にこだわり何かすっげえ何か何時間も撮るやすとかなんかさなんか撮影をオーバーするのが偉いとか思ってるけどそんなオーバーするんだったら誰でも撮れるよって話だから時間内に収めるのがプロだからおい確かにそれそうかもしれないですねそう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 粘るのがプロとか言うけど粘るのプロじゃねえからほんと2回も3回もさパフォーマンス撮っても一緒だから全部 <laughs> 本当それ以上ねっかうわなるほどなうわ超ちょっといやそうっすねと最後が何だったっけ十十一番最後がえー、っとバットモンバットモンタージュの話してプロデューサーだとロケンの話だそう,、ね、そうだそうだそうだそうかそうかえちなみに <laughs> なんかやっぱ ちょっっと待ってどこからどうつなげようかなつなげる必要はないのかうん、別に<あ>全,全,全然全然全然いいですよね。うん、そっかそかっ,ちょっ,とっどか、まあ。ちょっとそのまあ予算の話はきついか予算の話でもまあまあほぼしたんじゃないの大体支給話はしたんですよね。うん、そうかそうか。じゃあ何,何、まあ、聞きたいのえ聞きたいの別に聞いていいえ何でもいいですか、うん、え どんぐらい,っていうそうミュージックビデオがでも稼げないって話はさっきしたと思うんですけど何だったら稼げるのかっていうあとじゃあミュージックビデオやりながらクリエイターとして生計を立てるためにはなんかどういう方法をしていくのがベストなのかなっていうのはミュージックビデオでちゃんとお金もらえるのってやっぱちゃんと大きなアーティストだったりとかポップとかレーベル入ってるとか、はい、あでもまあでもそのアンダーグラウンドでもその、はい、ちゃんと 活躍してる人はそれなりにちゃんと予算出してくれるからそれはいけると思うけどそんなのって毎回来るわけじゃないからまあそうですよね結局コンテンツとかコマーシャルになるんじゃないかかっこいいものを取ってってそれでコマーシャルとかやってる人たちがこういう人に頼みたいってやってボンってもらえるっていうのが流れとしてはあるけどまあうんまあそれぐらいじゃないの結局そういうフォーマットにはまっちゃってるの面白くないしね 俺は映画で稼げるようになりたいなっていうのが今の,今の目標あそういういことかそうそうそう自分の作品でこうちゃんと稼げるようになって、はい、そういう意味では俺超アーティストはリスペクトしてそうう自分たちの作品で勝負してメイクまねして確かにそれはリスペクト。 作品のクオリティなんちゃらじゃなくていわゆる態度とかアティチュードなのそれは超リスペクトそれはそれは文句言えないはいはいはいなるほどですねやっぱ広告って多分日本とか特にそうですよね予算もちろん高いイメージあるですもんねそりゃそうよ世界中どこでも高いあそうなんだ広告が一番高いか高い高い高いなるほどねそれでやっと食ってくるはい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 え日本でも結構広告も取ってるじゃないですか日本でも広告も取ってるじゃないですか結構だから自分の中で広告で一番好きなものだったりとかあるんですか 広告でやっ,ぱやっぱ俺スポーツ好きだからあそうなんだ、うん、ナイキとか超好きだよはいナイキも好きだしアディアスも超好きだしお<ー>あのー、まあ言っていいのか分かんないんだけど、はい、こういろいろ俺結構ほなんかあのナイキとか、うん、アディアスとか実際といろんな他のアンダーアーマーとかもやっててみんなこう一つに絞んなきゃいけないの <laughs> 俺やってるから俺事務所にスポーツビッチって言われて <laughs> お前、お前あそこ行ったり、これ行ったりですなみたいないや、俺もうみんなが平等だと思ってます、<laughs> みんな、スポーツに、スポーツはね、やっぱこう、<laughs> プレゼンのしかたっつっ、ね、スポーツはやっぱこうね、みんな、平等にねフェア、フェアプレーでいきましょうって。<laughs> Skojda! <laughs> Värsjkådi! <går> det är lite. <laughs> もしもシングルに絞ってほしいときは契約で、契約で、スポットじゃなくて、でもやっぱスポーツブランドのやつは好きだやっぱ俺自身もカーやってたし、アスリートから学べることってすごいいっぱいあるし、確かにそう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 メンタルの調整の仕方とか、すごいなみたいな、自分のいわゆるアーティストとしては。 態度にすごいインンスピレーションを与えてくれるからそういうのは見ててやっぱ楽しいなってそれを撮ることにも、うんうん、すごいやっぱ、うん、インスピレーションをもたせるなるほどですねえ結構広告とかってある程度自分のクリエイティビティとかって <laughs> そのリスペクトしてもらえるもんなんですか、うん、うんさしてくれる時もあるし、はい、まあない時もあるしうん、うん、それはものによって全然違うあ,あそうなんだ もちろんさ、お金もいっぱいもらって、うん、自分のやりたいことをやるっていうのがそれは理想だけど、うん、現実はそうじゃないわけでそれができる人っていうのは本当に一握りで,そ,でき人のその一握りの中でもプロジェクトでもそのありなしはあるから。う でもそ,それをやるってことはやっぱちゃんとそういうふうにさお金をもらうってことだよねそれそなれりの対価をもらうってこと、まあ、それはちゃんと仕事として受けないといけないれだって自分が始めた時は7000円だったわけじゃん、うん、それがさこう、ね、今はこうそういうコマーシャルとかやると、ね、すごい大きなお金をもらうわけですん,、うん。それって、まあ、すごいその。 まあよくこうねちゃんとステップアップしてるなと思うし過去の自分にとっては信じられないというかそれはだからあのちゃんとリスペそれそれもリスペクトだし、うん、ちゃんとそれはあの仕事としてしっかりもちろん,、うん、な,んなるほどですねそうですよね、うん、え、まあちょっと話変わっちゃうんですけどいいツイッターとかでだいぶ荒れてるというか結構荒ぶってる荒ぶってる荒ぶ <laughs> ってるかな <laughs> 結構いろんなこと俺ちょ,ちょっと まず、まあちょっとまあ今回、うん、まあちょっとまあツイッターと思って、うん、まあちょっと結構話聞いてたんで、うん、ツイッター見ようと思って一発目のツイートでアンポルキアの話しててあこれ、俺見てたらちょっとやばいかもしれないみたいなその話したら <laughs> やべえかもと思ってちょっといや、別にあの,あの、もうツイッターっていうのはさあ,<れ>そのあの、<laughs> 俺は。あの 感情のメイク落ととしだと思ってて一、はい、日が終わってこうメイク落としてポイって捨てる時のがツイッターなのよ <laughs> そういうことかそうそう一日の感情の汚れを落としてツイッターに反映されるんだ <laughs> だから何も意味ない <laughs> 一日疲れたなっていうのが <laughs> うん、うん、あれだあれだそう,そういういろんなツイートになっちゃうだけであって <laughs> 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 だけど <laughs> <laughs> まあ、そのでも勘違いしてほしくないのはなんかそう言うことがかっこいいってわけじゃなくて、うん、その言うのはかっこいいけどそれを。うん それに対していくら言ってもいいね、トラストークってさいくら言ってもいいと思うんだけど、やらなかったらかっこよくないからね、その作品とかで、お前より俺の方がかっこいいとか、お前何やってんだわって昔は言ってたよ、もう、でも言ってもいいけど、やらなかったらかっこよくないから、言ってるだけだから、そうですねそれはちょっと違うのかなっていう。自分はちゃんとやってきた、やってきてるつもり。だから なんか、ね、YouTube とか見ると「いや君は作品いいんだけどほんとツイッターだけやめりゃいいなあいつ」とか <laughs> あいつ「あいつ人間として嫌いだけど作品はいいよな」とか「お前人間会ったことないふざけんなよ」とか思うんだけど <laughs> 本<当に> <laughs> でもまあし仕方ない,仕方ないそれは会ったことない人だしねそれをツイッター見てればね,ねそ,れはそれは俺がいけないから <laughs> <laughs> でもだってツイッターなんて見ると思わないじゃん俺裏方の人だよ裏方の人がぽっていったらばって燃えるだけなんだから なんで俺のだけ燃えんだよと思うのよみんな燃えりゃいないとか思うのにさ <laughs> なんで俺のだけ燃えんのとか思うだけでさえ <laughs> 当に。なんにかちょっと見ていいですか今ツイッターなんかいい感じのいい <laughs> なんかいい感じのって <laughs> いい感じの <laughs> いい感じのってあんの <laughs> なんかまあ基本的になんか <laughs>、えー、うわーとか文句言ってたりとかするよね、えー、結構そうですよねだからまあ<ジ>自分の,あ,のあれもあるけど宣伝のこともあるけどなんか文句言ってたりとかか。<laughs> 結構ちょっとおもろいっつよねあと俺あの質問コーナーみたいなはい、はい、なんかインスタの質問コーナーあるじゃんあるですねあれがなぜかなんかみんなこうはいもう毎回見てますって言われる質問コーナーをうんかね質問してくるのに対してボンボンこう切り捨ててくるのあ<ー>なんかそれとかも結構携帯取ってもらっていいですか俺の携帯ちゃジャケットに入ってるなんかそれとかは俺もずっとフォローしてるしな なんかねめちゃくちゃなこと言ってるの本当にただの質問に対してでたまに愛のあることも言ってるよすいませんなんかそれは <laughs> それはでもよく言われてるそうそうそう質問コーナーか質問コーナーハイライトとかあるっすかあ,あるある今はねこれねなんかね友達なんかもう周りが、はい、なんか頼むからなんかなんかそのブックを作ってくれとか言われててはい、はい、例えばだけどろくま股されて マジショックっていうのに対して「七股してそいつを超えてやる」とかハハ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 ハすげえ<ー>な, <laughs> なんかね「小津安二郎の監督」の監,監督の作品で一番好きなものは何ですか小津嫌いトロイ」とか <laughs>。<laughs> すごいな。なんかひどいこと言ってるそうっすね、うん。友達と会社を建てました。はい、これから頑張っていこうと思います。一言ください。仕事くれ,くれないなら潰れちまえって書いてあるから。<laughs> <laughs> 潰れちまえすごいな。結構そういいっすね。でもなんかたまにいいこと言うよ。<laughs> あそうっすね。なんだっけな。結構。これとかも面白いな。どれ ?SNS でフォローゼロ2とかしてる人って。 自分のことかっこいいとか思ってそうで無理 <laughs> <laughs> いやいるじゃんいるっす何な,んなんあれ分かんないですなんかたまにゼロにしてる人いるじゃんいいっすねまあ別にまあアーティストならいいまあアーティストならいいっていうか うまあでもなんなんのゼロってわかんないです俺らも一時期やってたんだよインスタグラムつながりていうのかつながりたくないのかどっちなのお前みたいなそれはあるですよね確かにそれはあるな個人だったらちょっとわかんないですわかんない分かんないんかブランドとか巨大コーポレーションだったらわかるけどさよくわかんないなそうですアメリカでもいたさなんかそういう人なんかかっこいいなそれって確かにただまあこんなことやってるから変な映像作家になるのよ本当に 映監督って思うんでか俺より燃えたやついないって言われたんだからこのスペシャルで監督の歴史上あんたより燃えたやついないよみたいなもう燃えるキャラなんですねもうねんかね別に燃やそうと思ってないよ燃やしに行ってないもん別に燃やしに行ってないんと言ってない言ってない全然普通に思ってること言ってる時みたいな思ってるところ言ってるだけみたいなだって何もだって 何もかけないこと言ってんじゃんんかうそ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 う結構ランダムですもんね結構クソランダムなのホントにメイク落としなのよなるほどっすねなんか今日一日疲れたなポッてやるとなんか通知が止まんなくなったりとかあったみたいなそのバイブレーションで起きるみたいなえみたいなそのバイブレーションで起きてやめたなんかアラームかなと思ったら通知のバイブレーションで起きるとは「燃えてる燃えてる」みたいな「わみたいな「うわー!」みたいな 本当に。いや、でもそっち系で言うと、ノートとかも面白かったですね。俺、ノートほぼ全部見たっすもん。ノート面白すぎて。そう、だから、燃えすぎるから、ちゃんと長文にしないと。確かにね。そう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 。理解してくれないなと思って、ノートをやり始めた。ああ、そういうことだったんだ。でも、最近全然出したくないですかいせっごく面白かったのに。それみんなに言わないせっかくおもろかったのに。やる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 。やるっすかやります。えでも結構俺、そこで面白かったやつとか、なんか書いてるんだよな。いいよ。えっと、 四六時中作ること考えてるやつは大抵賢者モードばっか入ってる <laughs> <laughs> ダサいやつばかりだ大抵村上春樹か病気が好きなやつが多い <laughs> <laughs> ノートでも言ってること変わんねえじゃん <laughs> 長文でもさ短文でも言ってること変わんねえよね <laughs> 説明が多いだけで <laughs> <laughs> そうねそうですねいやなんかさいやなんか病気好きな人いるじゃん多いや病気わかんないそれいや病気は俺すごいと思ってるよ俺もなんかあなんか自分のスタイルであってはい、はい、すごいアーティストなって分かってるけどうん、うん、すごすぎて理解できないじゃん<ー>でそれをさ理解できてるようなこと言うやついいじゃんわ、はい、かるわけねえじゃん <laughs> 俺がわかんない俺だってさプロよ 芸術界のプロが分かんねえのよ。おめえが分かるわけねえだろって話なの。それなや、多く好きとか言うじゃん。で、分かるわけねえじゃんって。<laughs> <laughs> 本当に。本当にさ、なんで。いや、別に病院が好きになるんだってわけじゃないんだけど。<laughs> なんかそ、<laughs> んかそう、なんか、そういうやつが多い。あ。だけ。<laughs> <laughs> なんかなんか,なんかたまにさこうなんか結構ねなんかキッズとかでもさ <laughs> 今ビョクのさテキスト派流行ってこうね T シャツ着たりとかするんだよ。ん聞いたことねえだろお前とろ。本当 <laughs> ビョクなんて。<laughs> 俺でも聞かねえね。お前聞くわけねえだろとかもいるなのさ。受 <laughs> け <laughs> <laughs> んだ。なるほどね。賢者モードってのおも面白いな。<laughs> 賢,者 <laughs> 賢者モード入っちゃ <laughs> 賢者モード入ってる絶対絶対入ってるから <laughs> 絶対入ってるああそう絶対入るから12時以降に賢者モード入るから <laughs> 結構ありっすよねそういうのねでも俺の人生のルールはもう12時以降に考える <はい S 2> そういう,う <ん S 2> あの哲学とか全部クソだと思って <laughs> <laughs> 悩み事とかこういうふうにキャリアしなきゃいけないなとかさ結構不安になったりするじゃん夜とかやっぱクリエイターって夜そういうのは全部クソだと思ってる考えになって疲れてるからそういうこと思うそっう疲れてない時にそういうこと不安になったらそれに対応できるけど夜にそういうこと12時以降考えちゃうと何も生まれないただ単に沼にはまるだけだから全部クソだと思ってるなるほどですねこれめちゃくちゃいいアドバイスですねそうそう12時以降考えてんかこう不安になったらもう寝ろ そうですね。寝ろ、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 寝るかゲームしよう、ゲーム、ゲーム、超好きよ、えー、誰やるんですか俺、なんでもやって、俺、FIFA とかやってる、あー、フィファサッカー好きですもんね、FIFA とかやってた、俺、世界ランキング200位まで1位、えすごくね、やりすぎて、で、これが、このゲームがもう、俺を破滅するって思ってやめた、これ、絶対終わりだみたいな、もう終わりだったもうドラッグだもん、ずっとこうい もうあれがだいぶ依存症入ってる今もうすぐパッと終わるやつでちょっとやって終わるみたいスイカゲームとかやってるあスイカゲームやってるんだめちゃくちゃビールそれネットでみんなやってるスイカになんなくてブチ切れんだけどなんでじゃんかとか言ってメロンで終わってんじゃんとか言ってから「スイカなんだ?」とか言っら「 ウケ <laughs> んだそうなんだ結構ポップカルチャーも好きなんだそういうなんかサブカルっていうか全然,全然好き,然好き何でも好きアニメとか超好き<い>うん好きなんかあれチェーンソーマン見たいって言ってたっすねあチェーンソーマンはねクソだったねマジっすか <laughs> なんでだってさ何、はい、だろうチェーンソーマン俺超好きなの あの漫画はさやっぱ荒らしくていいじゃん確かになんかねアニメは綺麗な感じがしちゃったああんかこのチェンソー感がないねぎゃーんって確かに確かにすごいよ技術的にもすごいしうわすごいなと思うけどなんか物足りねあのんかラフさというかうんみたいな感じでへえでまあそんなもんねの本当にこの作品好きとか嫌いとかいうのはもうんかナスが好きとかナス食えませんとかそういうレベルなのよ一緒一緒一緒だ 俺、チェーンソーマン、漫画読んで、アニメ見てないんですよね。漫画、普通におもろくて。漫画、面白いでしょ面白かった。おもいよね。俺もすごい好きだったけど。でもアニメは、なんか、うーんみたいな感じだったんですか。2章が無理だったですね、最初から見て。なんか、ちょっと始まって、俺、チェーンソーマン1、結構、結構ダークだけど、おもろかったなと思って、新しいや出たじゃないですか、なんか、それ見たんですけど。2章から俺もね、フォローしない、あそこで終わってほしかったね。そうっすよね、俺もそう思っす。 だったそれれあもう続かなくていいよと思っちゃったもういいもういいもんいいもういいと思いなあそこまでは終わりなんかなんでもないエンディングがすごい好きだったうん確かにやっちゃうんだよねマトリックスもそうだもんあやっちゃうっすよね兄さんいらないじゃん確かになほんと続いてよかったのってロッキーぐらいだから ロッキーのバック転ダーミーチャーぐらいだか続いて良かったのってロッキーのバック転ダーミーチャーぐらいよほんとにほか全部うんこだから <laughs> 基本的にほんとに <laughs> しかもマトリックス意味わかんな、ね、い当たりシェ始めたじゃないですかもうもう見てられなかったよほんとに何なのみたいなさわくわくはしたような酔っある感じ,、ね、あの感じだけど見たらもう何言ってるか分かんないし <laughs> モーフィアスなんか違うし <laughs> 何なんこれみたいな落胆、えー、しかなかったよああそうなんだでもやっぱ1は最高決作、うん。めちゃくちゃ面白いっすよね23からふんってなってくるけど <laughs>、うん、そっかそう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 続編問題あるっすよね続編問題あるリメイクも多いもう最近うんだから今さ今それ映像問題だけど、はい、やっぱ その本のの本リリメメメイイククととかかアニメのリメイクとかオリジナルが出てないのよ結構少ないですよね少ない、うん、でそれ結構ね実は実際,にと,実際にと映画業界の中でも日本の映画業界でも結構危機感が出ててあそ,うそうそう大手はこれからどんどんオリジナルを出していこうってう動きが出てる、はい、それはいいことだと思ってだって実際にねアニメあのさジョジョのやつとかも何いんか。はい 日本のアニメの実写問題あってやたらと洋服とか衣装に忠実すぎて現実とかけ離れすぎて見れないのよ。ねだけどさやっぱさ「ダークナイト」とかさあそこら辺ってやっぱ現実の中に収まるコスチュームだったりとかそういうところがうまいんだよね世界クラスってそこを考えていかないといけないのにそこら辺ががちょっと日本のオタクカルチャーが入っちゃうとこのカメが違うじゃんとかここの描写が違うじゃんとかそういうことじゃないんだよね。 そうそう何が面白いか面白くないかを考えなきゃいけない。それめっちゃ思うんです、なんかマーベルとかも結構やっぱ、まあ、好き嫌いあるかもしれないですけど、マーベルの映画バージョンの仕方はすごい上手だった気がするんですよねそうそう,そう <laughs> あの、コミックと全然違うからね、そうですよ<の>ね、トーンとか、ダークかさんとか、そのリアリティーなん結局だかから俺も確かにじ、うんじ さっき言ってた映像のこだわり何ですかって言ったらリアリティリリリリアアテティィだそうリアリティ必ず SF、はい、でも何でもどんなシチュエーションでも人の感情に対してはリアリティをもたらしたアクションとかこの時のこ,うあのこういう状況でこのキャラクターはこういうことしないよねとか、はい、こういうこと着ないよねとかそういうリアリティがないとお客さんが離れちゃうと。 うんもちろんどんなぶっ飛んでてもいいのよ設定、うん、は本当になんか地球が全部終わって何だろうなんだろう分かんないけどなんかね、あのー、この人だけ生き残りましたとかその人の感情とかアクションにリアリティを持たさないといけない、ね、設定は何でもいいからうそこのリアリティを持って考えないといけないのに。<laughs> だからそういうふうにそこまで深く考えてほしいっていう,の、ね、うその若い映像、作家に関してはさ、なんかミュージックビデオ撮る時にも、いろんな <laughs> シチュエーションあるけど、はい、ここでのこれをやるのが、その人のリアリティなのかっていうのを考える、その人にとってリアリティがあるのか、確かにあるのかないか、そこをやればいいじゃあ、その、めちゃくちゃ重要な人としては、まあ、リアリティをどう思わせるかみたいな。 そこはみんなに伝えたいみたいなもちろんそうだねだからやっぱドキュメンタリーを取るってことなんですかそう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 いうことなのよドキュメンタリーを取るとそのリアリティを理解できるからそこはちょっと理解してほしいない。えなるほどなえなんか教えてる弟子とかいるんですか弟子とかいたけどやっぱねあんなんか すごい,い,いやつだよ最高だけど、うん、最近こうそいつを卒業させて、はいあのー、俺の DP の上原誠也俺のもう一人の弟子みたいなやつだけどうん、うん、そいつに「お前はそいつの弟子になりなさい」って「いいいいお前は絶対カメラマンになるよ」監督じゃないって言ってあそうなんだだからでもそいつは「いやいや大さんを師匠って呼びたいです」って言ったら「いやこれが師匠じゃない」ってうん、うん、お前だけどお,お前の師匠の師匠だから「うん、ゴッドファーザー」と呼べ 俺はこれから師匠って呼ぶゴッドファーザーって言てくださいゴッドファーザーやばゴッドファーザーって呼びさ, <laughs> さんはゴッドファーザーですって呼っ師匠じゃない師匠だったとかじてゴッドファーザーって呼んでって大ハハ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 ハちゃ面白いハハ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 ザーですって言って えってなるよねゴッドファーザーみたいな「いや、えっ?」てなるわそれ何なんそれみたいななんか怖くねみたいなマフィアカみたいな「ゴッドファーザー」みたいななんかあったらちょっとこう,こう指さしてかりうハハ わなるほどっすね、おもろいな、えな何で分かったんですか、その監督と撮影監督、うん、それ自体も結構、分,分かってない人も多い気がするやっぱあのー、<laughs> うん、やっぱ人を見てるか見てないか、うん、やっぱその映像が好きってやつはいっぱいいるんだよ、はい。でもやっぱ、最終的には、俺らがやってることって、人を撮ることだから、そうですね。 もの物でも人が作ったものだったりとか、すべ<ー>てのものは人から来てるわけじゃん、はい、だそこの心理を理解できなくて、うん、人間に興味がないと、やっぱ監督ってなれないと思う,うんで、そいつはもちろんすごいあったけど、はいはい、それ以上に映像に対してのパッションがすごい,そういうことか。そうそうそう、だからそれは、それをもってあの、やっぱお前、あの、あの あののいいよってでもそいつは DP カメラマンとしては多分相当売れると思うしああそうなんだでもその人を見極めるっていうのもやっぱ監督の仕事でもこういう人なんだとかそういうのを見極めるのが監督の仕事でもあるからそういう意味でゴッドファーザーとしてちゃんとアドバイスを「君はこれから DP になりなさい」みたいな。 ディピーディピード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 コトパさんおもろいよなすごいなで僕おもろいよなおもろいっすねあそこでしゃべんのスキルそうっすねうまいっすわ喋のさなんかだからネットだけ見てると怖い人ャンと思ったら全然怖くないから正直俺そう思ってたっす うん、言ってなかったですけどインタビューする前にめちゃくちゃ面白そうな人だけど、うん、マジでちょっと分かんないみたいなどんな感じなのか分かんないし <laughs> あでもみんなそういう感じ、うん、一番最初はですよね喋ったらもうただのバカだなって、うん、<laughs> <laughs> いやバカではないですけどマジでおもろいなと思うし <laughs> でもすごい考えてるんだなと思うし,す,な思うしすげえなんかいやミスペクトですねあ,ありがとうございます、ね、でもまあなんだろうねまあ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 なんかうんなんかまあまあパブリック的になんかこう考えてますって出せるの 好きじゃないかでもまあちょっと聞かれたら出すけどたまにさこうさあのあのインスタとかでさ、はい、監督が自分の一番最,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 最新の作品とかではい、はい、こう、出しましたみたいな、うん、ポエム書くやついるじゃん <laughs> なんかあの日の夕,夕日が僕の中では鮮明に覚えてて何言ってんねこいつみたいな <laughs> なんかそれを見てさなんか頭いい,頭いい監督なんだとかさなんかインテリジェンスな監督なんだとか思うのクソ出せと思ってんのマジで何なこれク,ソ <laughs> クソポエムの <laughs> <laughs> 普通にさ「<laughs> いやめっちゃ頑張りましたいいのできました見てください」でいいじゃん <laughs> 何このクソポエムとか思い <laughs> ながらんかさそれでさ監督風みたいな「出せみたいな。<laughs> なんなんだよおめえのポエムやばいなおもろいっすねだそういうのは自分も思ってるよそういう感情があったりとかそういうのあるけどそうそう、ね、別にそんなところで言わなくてもね確かにそうそうそうそんなポエムは <laughs> <laughs> 確かにそうですね いやーおもろいな、まあ、ちょっと、まあ、ここ結構ね、いろいろ話させてもらったんですけど、なこれからの展望だったりとか、やりたいこととか、あるっすかうちん今はもう映画だ映画。映画、今ね、作ってて、4月に撮る予定、えーでまあ、それはすごい楽しみにしてて、やっぱこれからど,れどうやって日本から始めて、どんだけこう世界に行けるかみたいな。 本当海,外海外で映画撮れるようになりたいし<ー>海外その映画監督として食っていけるようになりたいし、うん、そこが俺の次のステップかお<ー>だからその本当に映像,映像監督って呼ばれるのが好きじゃないうーんそっか俺は映画監督だと思って,てやってたしその映像っていうのはしかたなくやってたんだけどだからなんか映像作家とか作家みたいな <laughs> 何作ってんねんみたいななんか映像作家とかいうやつ出せ <laughs> やつしかいねえじゃん大抵でしかも映、ね、像。<laughs> <laughs> 映像作家100人に選ばれたこともないしああそっかそういうのもあるんですかなんかそういうグループもあるしそういうのも選ばれたことないし作家なんか呼んだことねえしみたいななんかだから嫌なのクリエイティブディレクターとかそういう名前も惜しくないしああそうなんだなんかハイパーメディアなんてったらいいじゃないなんそれみたいな俺は映画監督監督って呼ばれたりだからそのために努力してる感じまだまだまだ全然始めたばっかりやっとなんか一歩 ステップできたと思ってるけどまだ全然まだ何者じゃないから映画に関してそんな大きなことは自分は言えないと思ってるけど映像に関してはねもももううボロスって大丈夫やってきてからねゴッドファーザーだからこれからもうゴッドファーザーってサムネもゴッドファーザー一緒で木村ゴッドファーザー太一が来ましたいな なんだこれってなるっすね「ゴッドファーザー来たんだな」ってわかるからそしたらああ悪いなホンにいやーちょっとゴッドファーザーありがとうございましたありがとうございました <laughs> <laughs> ちょっとこれからも <laughs>、ちょっと行き続ぎ。そうだね、すき、ね、え、ぜ,ひぜひでもまあ、映画とかも出る、まあ、いろいろ出てるんですね、アフター・グローズとかも、ちょっとその話はあんまりできなかったですけど、全然全然。そういうのもあいっぱいあると思う。どこで見つけるんだろう。でも出してるんですか、ネットとかに。うん、アフター・グローズとかは、ね、アフター・グローズはね、まだ出さない。出さない、ね、ちょっと、あの、いろいろあって、あそうなんでも来年出るとも、あ了解です。出たらそれもね。そうですね、ねぜひぜひ。まあ,かいいあの、ミュージックビデオとかも調べたらいっぱい出てくるんで、ね、ぜひぜひ皆さん見てもらって、Twitter、まあ、も。 ツイッターチェックしちゃて, <laughs> ていいツイッターマジチェックしちゃフォロワーが減れば減ればいいほどいい <laughs> 減れば減ればいいと思ってる <laughs> 一万人もいないのにすごいエンゲージメントだって俺びっくりするすけど一万人もいないのよなんであれがエンゲージされなきゃいけない意味わかんない一万人もいないザコなのよユーザーとしては俺は <laughs> 何も本当に何も権力持ってないのよそこがゴッドファーザー <laughs> <laughs> やっぱ表には見えない,えないのね。表の,の力でカットバザー,ー,ー,ーです。マフィオチです。めっちゃ元気でいやちょっとマジだよ。俺今回人からすごい教えてもらっ,った。みんな見てほしい。ぜひぜひ見てもらってね。いろいろチェックしていただいて、ノートとかもぜひ講師に俺普通に見たいんで講師にしてほしいなと。ますぜひぜひあのこれからもあのチェックしてもらって。では。 また次回お会いしましょうありがとうございましたビースありがとうございます